ハイテックマルチプレックス VS タンク。各国の戦車を24分の1スケールで忠実に再現した RC バトルタンク VS タンク。対戦には赤外線を使用し、怪我や破損の心配もなく安全にバトルが楽しめます。砲塔の左右回転、砲身の上下可動で、高低差のある場所でも正確に狙いがつけられます。また主砲発射時には発射音とともに砲身のリコイルと車体が振動し、発射の衝撃を再現。被弾すると車体内部が激しく点滅し着弾を再現。機体にはヒットカウントがあり、一定の被弾数に達すると行動不能となります。走行中のキャタピラは分割稼働するサスペンション機能でリアルな走行が可能。精巧な造形のメタルフィギュアやバトルを盛り上げるリアルなジオラマパーツも同時発売。こんにちは、ハイテックジャパン営業の福岡です。ハイテックが新たに提案する VS タンクの最大の特徴は赤外線を使用したバトルです。誰でも安全に破損や怪我の心配もなく、安心して熱い戦車バトルをお楽しみいただけます。ディテールもとてもリアルで、コレクションとしても最適です。 VS タンクはいよいよ戦闘開始です。24分の1 RC バトルタンクシリーズ第1弾、9月発売。第二次世界大戦のアメリカを象徴する中戦車 M4A3 シャーマン。第二次世界大戦時のドイツを象徴する中戦車タイガー1。 152mm 榴弾砲を主砲に装備した第二次世界大戦のロシア中戦車 KV2。 クライスラー社が開発した現行のアメリカ主力戦車M1A2 エイブラムス。24分の1 RC バトルタンクシリーズ第2弾、10月発売予定。旧共産主義圏で最も多く使用された第2世代主力戦車 T72M1 の陶器迷彩をリアルに再現。ツインメリットコーティングと迷彩塗装を忠実に再現した後期型タイガー1。1990年に正式採用された日本を守るメインバトルタンク90式戦車。ノルマンディ上陸作戦をはじめ、数々の戦いで戦績を上げたドイツ重戦車キングタイガAlive into the pits of hell with you by my side.